皆さんこんにちは。フルサイズに高一眼レフが欲しすぎて禁断の光学ジャンクカメラに手を出してしまい、戦々恐々のアズイズカメラです。本日の動画はニコンの高画素フルサイズ一眼レフ D800 ジャンク品の動作検証です。ヤフオクでシャッター切れませんと書いてあるのに 25,738円も突っ込んでしまいました。 D800 は当時のフラッグシップ機 D4 の画素数1620万に対し、高画素側の最強機として3630万画素のセンサーを搭載して2012年に発売されたカメラです。画像処理エンジン、オートフォーカスユニット、ファインダー等は D4 と共通で、伝統の丸型アイピースや左肩のターミナルも備えた純フラッグシップ機といえる仕様になっています。ヤフオクでシャッター切れません、部品取り等にいかがでしょうかという説明で、完全ジャンクと書いてあるのに2万6000円近く払っています。3万円もあれば先代の D700 なら動作品も視野に入る金額なのに、我ながら正気を疑わないでもないですが、フルサイズ高画素機ジャンクの魅力に抗えませんでした。まずひどいのは液晶の外部パネル割れです。 D500 の時と異なり、中央部分にひどいひびと浮きがある大ダメージです。次に大ダメージがあるのはカードスロットカバーで、真っ二つに割れています。中のパーツでかろうじてつながっている状態です。何があったんでしょう。あとアイピース左下という変な場所にひびがあります。液晶面を下にして激しく落としたようですね。動かなければ過去最大ダメージ、動けば固有カメラで最高画素機となります。さあこの無謀な挑戦は吉取れるか凶取れるか、今回は動作検証動画です。というわけでここからはちょっと戻って開封動画のドキュメンタリーです。売り主様から送られてきた状態から動作確認まで続けていきます。売り主様はカメラに限らずいろんなものを扱われているストアのようで、手厚い梱包がされていて安心です。充電器がついているのはいいですね。いよいよ本体とご対面です。さっき紹介した通りバキバキボロボロです。なえなえですが、気を取り直して確認開始です。電池は入っていたので、そのまままず電源を入れてみましたが反応しません。電源が入る入らないといった記述はなかったので心配です。電池が無事かも分かりません。ただこの D800 は D500 とバッテリーが共有できるので充電済みの予備電池を持っています。1100円で買った EL15A を入れてみましょう。電源が入らないという記載はなかったんだからいけると思いたい。やりました。静かに電源が入りました。続いてシャッターを切ってみますが何の反応もありません。ただこの挙動心当たりがあります。確かニコンの一眼レフはメモリーなしでのシャッターを制限する設定ができたはずです。カードを入れてのテストが本番です。蓋が壊れているのと緊張でなかなか閉められませんが、さあ来い。やりました。この瞬間を夢見て高額入札に挑みました。電源が入り液晶が映り、シャッターが切れたらデジカメとしては死んでいない可能性大です。最後の大きいハードル、レンズをつけての撮影テストです。手持ちの初代オートフォーカスレンズを取り付けて撮影してみましょう。ここで大秘宝です。オートフォーカスは動作しますがピントが合いません。それによりシャッターも切れません。オートフォーカスが使えないのは一大事です。もう一回やっても同じです。泣きそうですがめげずに原因調査です。動作がおかしい場合基本は接点清掃です。あとミラー下の位相差 AF センサーもしっかり掃除してみました。さあこれでどうでしょう。掃除をしてもなかなか焦点が合わないんですが、ズームリングをたまたま広角側に寄せたらピントが合い、シャッターが切れました。これは一体何でしょう。距離ごとに撮影すると 35mm、50mm ではピントが合い、
70mm ではダメでした。望遠で変わっているのは開放 F 値の数字ですから、これに引っ張られているようです。試しに F2.8 同士の APS-C レンズで撮影したら、ズーム全域で快適にピントが合います。他のレンズでも試して F4 までしかフォーカスしないことが分かりました。もう一本、タムロンのズームレンズ 73DN で 70mm は F5.6 なのでもちろんダメでしたが、ライブビューなら全く問題なくフォーカスしました。 F4 までしか反応しないのは一眼レフ用に搭載されたい操作 AF センサーだけで、メインセンサーを使うコントラスト AF は問題ないようです。そうそう、フォーカスは課題がありますが、 SD カードへの記録は大丈夫でした。これで一応デジカメとして死んでいないことは確定ですね。スロットは SD カードとコンパクトフラッシュの2つあり、どちらも動作しました。コンパクトフラッシュの方はマイクロ SD アダプターをつければより便利に使えそうです。内蔵ストロボもきちんと動作しました。ガイドナンバー約12という能力だそうです。その他機能しないスイッチ類はありませんでした。外へ出てタムロンの古い広角寄りレンズ 73DN でちょっとだけ撮影してみました。 24mm 開放 F 3.3 では AF でバッチリ映ります。その後 35mm までは AF が効き、 50mm と 70mm は屋内テスト通りダメでした。フォーカス時は絞りは開放のままなので、実際に絞るかどうかに関係ありません。夜景も同じレンズで撮ってみました。フルサイズで 24mm の広角、いいですね。感動です。 F5.6 で撮っていますが、ちゃんとピントが合います。暗くても絞っても関係なく、レンズのスペックが F4 以下の状態でしかオートフォーカスが効かないです。マニュアルフォーカスなら撮影自体はできるんですが、 F2.8 同士のレンズは DX フォーマットのタムロンフェイ16しか持っていないので、このレンズでクロップせず撮影してみました。当然盛大に蹴られます。 F2.8 同士のレンズなら全域で問題なくフォーカス可能でした。フルサイズ F2.8 投資の大三元レンズを買わないと全力を出してくれないということですね。ずっとニコンのフルサイズ一眼レフが欲しくて、3630万画素を誇る D800 のジャンクを見かけて思わずポチってしまいましたが、なんとか撮影まではできました。シャッター切れないという情報からすると手に負えないリスクもありましたが、なんとか動作品でした。2万6000円がパーにならずに済み、まずはほっと一安心です。実はこのシャッター切れませんが購入の決め手です。ごく簡単なテストのみ実施ともあったので、記録メディアを入れてチェックしていないことにかけました。出品者様の他の出品も含め、誠実な説明をよく読んで慎重に決めましたが、もちろんギャンブルです。再現できる確証も自信も全くありません。心臓に悪いです。未解決の問題点は F4 より暗いレンズでオートフォーカスが効かないのと、液晶中心部がバキバキでとても見づらいことです。どちらもギリギリ致命傷ではないですが深刻です。一つ目の問題はフルサイズ大三元レンズを手に入れるという必殺技も使えますが、まずは修理に挑戦してみたいですね。でもフルサイズ大三元レンズも欲しいな。液晶の方はD500 の時のやり方にさらに工夫をしてまずやってみますが、中心部分のひびが深刻なので心配です。でも頑張るぞ。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。